はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は信長の野望烈風伝、パープキットの続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、伊勢志摩に進攻して北畠を打倒したわけなんですが、今回はその続きになります。で、今回の攻略目標はですね、ズバリ大和筒井家になります。まあ、あのポケット戦国見ていただいている方は、あのちょっと攻略の順番が逆になっているっていうのにね、お気づきかなと思うんですけど、ポケット戦国の方は先に筒井を叩いて北畠という順番で、攻略しているんですが、烈風伝に関してはその逆ですね。先に北畠を叩けたので、続いて筒井家を攻略していきたいと思います。で、今ですね、信長のいる部隊、伊勢志摩上野城に兵14,000、これでこもっていますんで、こっからですね、出陣をかけていきたいなというふうに思っています。では早速、出陣していきましょう。対象はここですね、多聞山城。ちなみになんですが、多聞山には純慶が入ってますね。で、あとは高鳥山、この辺りまでかな。純慶の支配、ちょっと飛んじゃいましたね。支配しているのは、純慶と、まあ、それくらいかなーっていうとこですね。ちょっと今シナノの方に飛んじゃってますんで戻します。確認しておきましょう。まずは多聞山城、あとは高鳥山で、牧島城に関しては足利が入っていますと。で、石山御坊に関しては、本願寺が入ってますよね。で、高屋に関しては三好ということなので、まずは今回は当初の目的通りになりますが、お話したように多聞山を攻めにかかりましょう。多聞山攻略戦に入ります。参軍するのはもちろん全員総力戦で挑みます。まあ、特段今ね、武田 あるいは浅井あたりと戦闘になるっていう気配はありませんからね。で、あと勝家を騎馬とかにできる？できるね。で、あとは長秀鉄砲にできればってところだけど、長秀の鉄砲はさすがにないか。長秀の分までの鉄砲隊はないですね。刑事は騎馬にできる？そうなると勝家は足軽にして、刑事を騎馬にした方がいいですね。刑事の騎馬 S になってますからね。じゃあこれでいきましょう。で、もうね、このまま確実に城を落とすっていうことを前提に、もう持ち込みましょう。めんどくさいんでね。さあ、純慶にいきなり宣戦布告せずに開戦しに行きましょうか。で、まだね、鉄砲鍛冶を作って鉄砲が1000丁以上揃えられるっていう状態になった後、信長の鉄砲隊が火を引いたっていうね、場面がまだないので、この先ね、ちょっと楽しみですよね。で、多聞山からどうだろう、純慶の軍勢が出てくるかどうかですね。迎撃部隊が出てくるかどうか、あるいはもう初めから籠城戦してくるのかっていうところですね。で、籠城戦の場合だと、また鉄砲隊、あるいはその先ほど変更した刑事の騎馬隊が生きてこない可能性もあるかなとは思うんですが、迎撃は出てこないですね。いきなり城攻めになります。軍師は秀吉にしてこのまま出陣です。敵の軍勢の数がどれくらいかだなとは。なんかかっこいいね、刑事のこの騎馬。敵の数は2100、数は少ないね。やっぱり城門の数は2つですね。できれば勝家と刑事は騎馬隊に変えたいですよね。まあ、ここもポケット戦国にかなり似てきてしまいますけど、でね、信長が鉄砲隊っていうところも似てますよね。
欲を言えばやっぱり野戦じゃないっていうふうに分かった時点で陛下を変更してもいいかもしれないですよね。野戦だと当然騎馬隊生きてくるかなと思うんですけど、さあこの多聞山はどうだ、硬いのかな。観音寺攻めるときはもうめちゃくちゃ硬かったですからね、城自体が。3回4回と波状攻撃を仕掛けてやっと落とせたっていうね経緯ありますからね。順慶までどんくらいでたどり着けるかかな。そうなると信長自ら切り込んでいった。やめてほしいね。よし、順慶が混乱したんでこれでもう決着はつきそうですね。まあ、野戦がなかったんで、いまいち騎馬も鉄砲も効果を発揮しなかったかな。まあ、鉄砲はね一発停車してましたけど、さあじゃあこの後は鷹取山城攻略にかかりましょう。そのままね。かなり順調に来てるな。ちょっと武将の数がね足りないですよね。上野城にも誰も入ってないしね。で、亀山城には1人、水口にも1人か、水口か。で、本家安土には誰も入ってない有様でしょ。そうすると大垣城から人を移しましょうか。大垣城から、まず常沖を南近江観音寺に入れましょう。でさらに牧前を多聞山に入れましょう。上野城はちょっと人入れられないかな。結局これも武将の数がものを言いますよね。ポケット戦国と同じだな。そういう意味では武将の数はできるだけ多い方がいい。一人で何万もその引き入れるっていうわけではないですからね。では鷹取城を攻略した後高屋城攻めに入るか。三好を駆逐していく戦いが始まりそうですね。でその後は鷹取を取った後は寝頃に行って犀賀あるいは高屋、ちょっと難しいですね。石山ごぼうも取っておきたいですけどね。まあ、いずれにしてもそれなりの力が必要だな。織田家が最大勢力になりましたね。
で、この後は三好を駆逐していきましょう。まずは三好で、本願寺も駆逐。そうなりますね。よし、じゃあ今お話した計画通りに進めるためにも、まずは多聞山から軍勢を出しましょう。で、多聞山には牧前だっけ、誰かを入れる手はずにはなって、牧前がもう入ってますね。早いね。で、ここも兵糧はある程度もう持ち逃げ、金銭も持ち逃げ、軍馬も持ち逃げ、兵も、まあ、ほぼほぼ持ち逃げでいいよね。で、鉄砲も持っていきますと。で、勝井は騎馬 A でしょ。で、刑事も騎馬 S、まあ、ここはこれでいくしかないよね。よし、じゃあこれでいきましょう。で、一旦ですね、まず大川事情に関しては委任しちゃいましょう。で、委任先ですが、大和の高取山も今取るんで、どうしようかな。そしたら紀伊の犀賀とかにしますか。で、あとは安土に関してももう委任しちゃいましょう。安土に戻ることはそうそうはないと思うので、まあ鉄砲がね、この先それなりに、時間が経てば生産をされていくと思うので、その時に鉄砲だけたまに輸送させましょう。よし、これでいいかな。じゃあ先に進めちゃいます。なんか野戦をちょっと見てみたいよな。お、高取山が戦わずしてこちらの味方に入ったか。よし、左近が入ったね。これでこの左近は大きいな。じゃあこの軍勢そのまま高屋に向けちゃいましょう。まさかね、左近がこんなにあっさり味方になってくれるとは思わなかったな。で、上杉と武田の小競り合い、まあ、ここはこのまま小競り合いを続けてもらえば一番いいので、足利将軍家も結構頑張ってますね。このままだとなんか信長を頼りにしてくるっていうよりかは、どちらかっていうとこちらが潰しにかからないといけなくなりそうな、そんな気すらしますけど。野戦したいな。野戦ね、一回ぐらい。戦闘に関しては一番好みなのは、実はポケット戦国のマスコンバットライクな戦闘が一番楽しいですね。戦闘シーンのプレイシーンに関しては。なんで、もしね、iPhone 系の iOS ユーザーの方で、ポケット戦国、興味ある方いれば、ぜひぜひ、ポケット戦国ね、ポケット戦国の、宣伝したからといって、何にも僕は得はないんですけど、本当に面白いんで、ポケット戦国はね、ぜひぜひ一度プレイしてみていただきたいですね。まあ、あそこやっぱり街道を引くと全然違うね。進行速度が。ってことは、安土にその鉄砲生産の拠点があるんで、そこから輸送できるところを街道整備してもいいかもしれないですね。
で、義明が上洛じゃないね、下校してきてくれたのか自ら。で、大和守護。さ、軍師は、ここの軍師ってなんか役割あんのかな、あんまり考えずに軍師設定してるけど。敵の数は少ないね。何なんだよってわけじゃないです。何なんでしょうね、この敵の少なさは。まあ、敵がね少ないのはありがたいんですけどね、全然。ただ敵は鉄砲持ちか。厄介だな。しかも城も硬い。十分な硬さがありますね。なので思ったよりは手こずりそうな感じがしますね。まあ、ただ城門さえ突破すれば城の中は広いので、城門を突破するところまでうまくいけば、あとは力攻めで落とせるかなっていう感じがします。印象ね。足軽頭越後、あとは壁越えがどんくらい成功するかとかだかな。忍者特性持ってると壁越えしやすいって話なんで、カズマスとかだとどうなんだろう。伊賀の出だっていうね、一説ありますよね、滝川カズマス。まあ騎馬隊率いてる刑事とか勝家は当然超えられないでしょうけど。よし、秀吉が入ったね。さすが秀吉だな。何をやってもそつなく平均以上の仕事をしてくれますね。いや、三好はでも鉄砲をみんな備え持ってるっていうのは厄介だな。これでも自分で城設計したりしても面白いかもしれないですよね、この烈風殿に関しては。さあ、これで本丸までなだれ込みましたね。よし、これで高屋を取りましたね。
で、この高屋を拠点に、どうだろう、この辺りを席巻していきたいけどな。とりあえず三好を追撃する必要はないので、四国まで都会する前に、畿内一円を完全に支配下に収めたいですよね。そうなるとだ、次の標的をどこにするかなんですが、まあ、多聞山は置いておいて、根来寺、犀賀、手取りは独立勢力になってますね。なんで、犀賀まで落とせれば、まあ、大体ケリがつくかなっていうところになりますか？で、本願寺は置いておけばいいでしょう？本願寺は置いておけばいい。さてさて、どうしたものか、どこから攻めていくかですね。まあでも、ここは無難にまずは岸和田を攻めた方がいいでしょうね。岸和田攻めにしましょう。まあ、三好を畿内から追放できたというのは大きいよね。お、淳慶が浪人になってる。まあ、淳慶を雇いましょう。ここはね、完全にもう武将不足なんで。まあ、勝家総大将にして、信長は一旦残しましょう。で、岸和田をサクッと攻めて戻ってきてもらうっていうのがいいかな。小さい城だ。ここはひとひねりだな。ただ一応堀なんかもあって、本格的な城にはなってますね、岸和田城も。何、しかも鉄砲持ちか。まあ厄介ではありますね、鉄砲持ちというだけで。しかも二段制射系か。まあ、勝家さえ打たれなければ問題はないので。いや、鉄砲の威力はやっぱ激しいもんあるな。ただ城門を突破したんで、もうあとは本丸になだれ込むだけですね。よし、これで次の段で落ちるかな。よし、岸和田城も落とした。もうこれ破竹の勢いと言っていいな。はい、ではちょっと時間的には短いんですが、キリがいいので一旦ここで終わりにしてですね、次回はまずは犀賀を攻めて、その返す刀で。おっと、長宗我部元親が、なんで浪人なの？全然いいけど。
石山ごぼうを攻めていきましょう。なので順番としてはですね、ちょっと順番だけ今決めちゃいますね。まずは根頃城、その後雑賀ですね、ここを攻めて、その後石山ごぼうを攻略していくという順番で進めていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。